エドムンド・リベロはアルゼンチンの単語の歌手、ギタリスト。1911年にアルゼンチン・ブエノスアイレス近郊のラヌスに生まれる。小さい時にブエノスアイレスのベルグラーノに移る。ベルグラーノ音楽院でクラシック音楽理論とギター演奏および歌唱を学ぶ。クラシック歌手のような歌い方はその時からの様子である。1930年前半には 歌手としてデビューを果たす。1935年、フリオデカロ楽団で歌を担当することもあった。1944年、オラシオ・サルガンの楽団で歌を担当する。1947年、アニバル・トロイロ楽団で歌を担当し、単語界で有名人となる。特にヒットしたのは、1948年、スールという曲である。また、 最後の4位の録音も有名である。歌唱のほか、オリジナル単語を作曲したり、ギター伴奏も行っている。作曲したオリジナル単語には、単語好きの日本人の目型タツナビをモデルにしたアロメ型がある。1969年5月9日に、ピアニストのカルロス・ガルシアと共に、単語性演奏の店、エルビエホ・アルマセンを開店する。その後、1970年代、 大使館所属の日本人との縁で日本大使館で中南米大使会議の昨夜の演奏を行ったこともある。古い倉庫を内部改装しタンゲリアに仕立てた店である。この店はタンゲリアの店として世界中の単語ファンに知れ渡り3年間の営業休止期間があったが2011年現在も営業している。1986年死去する。 75歳であった。YouTube にもエドムンド・リベロの音声が入った動画がいくつかアップロードされている。ありがとうございます。